明日また行くなんて嬉しい。そう、私はね14日の昼公演が一番おすすめですっておすすめしてたんですけど、なんでかっていうと、まあ、自分がセンターの曲が撮影タイムだからっていう。なんか私推しの人は私がセンターしてるとこあんま見たいって思わなそうだけど、まあ、とりあえずまあ私もセンターすることそんなね頻繁にあるわけじゃないから、まあ見たいかなって、もしかしたら見たいかなって思って昼公演のがおすすめですって言いました。14の、うん、見たいですかセンター。まあわかんない、なんか私のファンの人は見たいと思ってるかわかんないけど、うん。じゃあ今日唇に Be My Baby 嬉しかったですか、楽しかった。唇に小田エリナを推しカメラで撮った、だってえ嬉しい、見たいな動画。すごいアイスだ、食べてありがとう。最近アイス主流。観客の方の撮った動画お代理めっちゃ嬉しそうだった。嬉しそうっていうか、まあね楽しんでパフォーマンスしました。普通にやっぱ撮影タイムだし一生残るしね、一生、うん、SNS に載るから、うん、うん、ね、舞台も楽しんでもらえてるかな。今日昼見に行った。お、レミタンへの愛が深くて、だって、てかレミタンの断層が好きすぎてやばい、マジでタイプ、あのレミタンの断層が半端ない、あれ本当にすごいね、マジで好き、めっちゃめっちゃいい、めちゃくちゃいい、理想、マジで理想、もう大好き。うん、大好き大好きすぎ。本当にいいんで、まあちょっと皆さん舞台見に来たら分かります、楽しみにしていてください。うん、めっちゃいい、ゾクゾクするわ、良すぎてマジで。お、良かったですか。私はこの舞台は結構歌がね、まあちょっとある見せどころなところもあるので、ぜひ皆さん楽しみにしていてくださったら嬉しいなと思います。うん、うん、そんなん楽しみすぎるやん、だって、おー嬉しい、あんま言わんといて、でももう記事になっちゃってるのでそこはね、まあ、秘密で、ネタバレはちょっとあんまりあれなんで、だから毎回ねちょっと緊張することがあるので、そちらもちょっとご注目ください。うん、素敵すぎました、だって、嬉しい、お代理もとても良かった、嬉しい、
ネタバレやめてってきた。じゃあ見に来てくれるのかな、楽しみにしていてください。今日、明日も行く、お嬉しい。当日券もあるのかな、月曜日から平日は。みんな平日来るの難しいよね。だって普通にさ夏休みとか、普通にそういう長期期間の休みとかじゃないからさ、来れないよねお仕事休んで。うん、確かに開園早いよね、6時とか7時とかならねまだちょっと間に合うかもしれないけど、6時ってねちょっとねギリギリちょんぱだもんね。みんなさ働いてんだよね。ね、偉いですね本当に。みんな働いてんですよ。楽しむために働くのだ、だって。車で8時間かけて東京行きます。うわー絶対楽しませる。代理の歌声が聞きたいなー、だって。あら舞台来るしか。ね、今日はエリちゃんに泣かされた。本当ですか。泣けたよ、だって。本当に。来週初めてエイト公演行きます、楽しみにしてます。お、嬉しい。舞台楽しみにしてください。今日私は友達が来てくれました。友達がね来てくれた。うん、幼なじみがね来てくれました。隣の人お代理の歌で泣いてたよ、だって。え、嬉しい。本当に。明日からも頑張る。でも明後日休みなんだもんね。明後日は舞台休み。友達の感想聞いた、だって。友達の感想聞きましたよ。めっちゃね感想言ってくれた。あさっては歌コンだね。あ、そうなんだ。歌コン？あさって16？あなたはとても疲れてるように見えます。たくさん休む、だって。確かにこれが終わったら休みます。ハマちゃんとカレンちゃんおもろかったな、だって。そうなんですよ、おもろい。なんかおもろい役なのにさらにねやっぱおもろくなる、二人があると。
ね、私は今回は面白いっていうか、面白いっていうところはあんまりないなんだろう、そう、まあ、そういうところはあんましないので、そう、そう、やっぱそれぞれみんないろんな違ったジャンルで、ジャンルの役があるので、うん、浜ちゃんおもろい、だっておもろいよね、もう関西人って感じ、どんな役でもこなさないと、だって、いや、あの、もう役が決まってるんでこの役とも、まあ、役が決まってるので、私は普通にもらった役を一生懸命やってますはい、舞台として面白かったです。嬉しい、本当ですか？まあ明日から頑張ります。まあライブのパートもね、毎日セトリが違うので、はい、まあ皆さん楽しみにしてくださったら嬉しいなと思います。毎日見たい、本当？じゃあ毎日絶対来てください。毎日待ってます。今日14か、あれ16って公演ない？どういうスケジュールだっけ。17がないのか。16は昼がある。なるほどね。私って次のお見送りいつでしたっけ。次のっていうか、まあ1回はちょっとぶっ飛んでしまったんですけれども、お見送り次は何日だ？次っていうか、まあはい、初めて、かっこ初めて、18か、18ですね。お見送り楽しみ。水曜日の夜だよ、だって。それはあれ、ぶっ飛ばないですかね。元カイですの発売日やね、だって。確かに。18日やばい、これでまたもし何かあったらまた引用リツイート欄が荒れますね。
ちょっと、ま、ちょっと待って勘弁。引用リツイート見ないでだって、え、めっちゃ見ました。10からもう100まで。うん、もう見渡したすべて。エリちゃん強心臓だね。だってエリちゃんツイッター好きなの？だって好きですよ、めっちゃツイッター。うん、ツイッターめっちゃ好き。ツイッター。え、わさっていいことばかり書いてないでしょ。だって、うん。気をつけます。もう大丈夫です。もう一つの間違いで、なんか本当に一つの間違いで本当に何もそうじゃないのにそうであるかのように言われてしまうことが本当に、そう、なんかいろいろ申し訳ない。なんか違うとも、なんか違うって言ったらなんか逆にあれですし、なんかもう何、もうどうしたらいいんですかみたいな、目泳いでるとかさ、そう、めっちゃね、ちょっと本当にそう、申し訳ないですけれども、本当に違うので、うん、本当に。そうですね、まあ、真っすぐ、これからも真っすぐ、あの目を見て、はい、真っすぐ前を向いて頑張っていきたいと思います。うん、はい、キョロキョロしないように頑張ります。うん、ちょっと待ってよね。次はないからな、だっていや、もうそりゃそうですよ、もう大丈夫です。メイクいいね。だって、ありがとう。
だだ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 だ。今日は職場で元彼です流れてた、だって、え、すご、嬉しい。今日はショールーム48日目だね、だって、お、48日目イエイ。マジ顔かっこいい、だって、え、私嬉しい、嬉しいな。おだれの右側空いてますか、だって、あ、空いてるように見えるけど空いてないです。え、断層した学ラン切るの結構夢なんですよね、私。最近美女期、え、本当に、うん、学ラン着てみたい、マジで夢なの、うん、え、下をマジでイケメン、イケメン、なんかイケメンってさ、あんまり、なんかイケメンってなんだろう、なんか下を普通に好き、あのあれ、え、ちょっとわかんない、ネタバレ、ネタバレになっちゃうからあんまなんですけど、ほんと下を、下をのあれ本当に好き、うん、うん。いや、惚れた、惚れた。うん。ちゃんかわい風にお願いしますって、え、私ちゃんかわい風、ちゃんかわいさんの芸風あんま知らないからわからないです、うん、レミちゃんは本当にね、マジで神、あれも本当好き、世界一、世界一です。ナイトキッズの時も良かった、だって、あ、ごめんなさい、ネオンキッズなんです、まあ、確かに間違えちゃうよね、まあ、ナイトキッズでも、うん、まあいいよ、うん、そういえば手の怪我したの、そうなの、バレた、昨日の朝M ステのリハーサルの時に私の席の後ろにテレビがあったんですよ。で本当にこうやって、もうめっちゃ朝早かったから、こうやって体をこうやって伸ばしたらテレビにガコンって当たってめっちゃ血出てきて、朝もう止まんなくて、ずっとずっと絆創膏貼ってたけど、本番中もちょっとこうやって手にこうやって握ったら血出るぐらいでめっちゃ痛くて、そう、でも今はもうかさぶたになったんですけど、そう、そう、もうこうやってわーって伸びたらガーンって当たってめっちゃ痛かった、うん、うん、それで目が覚めました、
大丈夫だったんだって。大丈夫だと思います。夜あのミスチルちゃん、ミスチルちゃん無理ミスチルさんテレビに映ってたんで、ちゃんと。噛んじゃった。噛んじゃった、申し訳ございません。今日は朝集合に、もうめっちゃね電車乗り過ごしてて、朝えやばって思ってタクシーで行ったんですけど、めっちゃ高かった。タクシーってさ高いよね、まあ、当たり前ですけど、まあ、タクシーの運転手さん頑張って運転してくれてるからそうもったいない。もし乗り過ごさなかったら、あのお金払わなかったのにってめっちゃ悲しかった今日の朝。うん、悔しい、めっちゃ超悔しかった。うん、いや経費で落とせない、申し訳なくて。だって自分が乗り過ごしたから、私悲しい。うん俺のハイエース空いてたよ。あれがいい。アルファード。アルファード好きだね。だって大好き、アルファード。アルファード大好き、本当に。今日の舞台見に行きました、だってじゃあまた見に来てね。じゃあ皆さん、じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな。明日もね2公演頑張ります。では最後にごランキング読みたいと思います。はぁ、あくびじゃあいきます。13位マッカーシーアットおだし、12位ポッター、11位ショータアットおだいりしかかたん、10位直樹、9位ひとくまさとる、8位日野と、7位東京のスワン、6位みやちゃん、5位しるじアットODA かみよし、4位マーアットおだし、3位なおなお、2位くるりん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとう、みんな配信見てくれてありがとう。じゃあまた明日も舞台頑張ります。バイバーイ。